清水幸次郎さんは、1985年に出演した映画、ビーバップハイスクールに中村徹さんと W 主演し、社会現象を巻き起こすほどヒットしました。俳優としての活動がイメージにあると思いますが、実は、竹浩二という芸名で1981年7月にシングル、マイ、マイ、マイをリリースし、歌手デビューしています。V シネマなどにも多数出演していましたが、2010年頃から不安障害、アルコール依存症、更年期障害を発症し、芸能活動を休止していました。そんな清水幸次郎さんの奥さんや息子、結婚について、自宅が神戸長田区にありスナック店を経営していることについてなど、お伝えします。清水幸次郎のプロフィール、本名、清水幸次郎。生年月日、1964年、昭和39年、11月10日。身長、176センチメートル。出身地、東京都。最終学歴、東京都立中野工業高校中退。所属事務所、ビンソムニアエンターテイメント。目次、清水幸次郎の奥さんと息子&結婚発表はない。自宅は神戸長田区にある。神戸長田区でスナック店経営。清水幸次郎の奥さんと息子&結婚発表はない。清水幸次郎さんは結婚されており、息子さんがいらっしゃることが分かっています。奥さんは元客室乗務員。清水幸次郎さんの奥さんは一般人のため、名前や顔写真などは公表されていません。以前は客室乗務員をされていたそうです。2020年の2月にテレビ番組、直撃。真相坂上に、奥さんは清水さんと共に VTR で出演されました。顔は完全に見えないように加工されていましたが、レザージャケットで茶髪のロングヘアーのスラッとした女性というのはわかりました。幸次郎さんの隣に座っていましたが、どちらかというと親父ファッションの幸次郎さんよりも奥さんの方がおしゃれで、芸能人のような雰囲気を醸していました。馴れ初めについても明らかになっていませんが、奥さんは元客室乗務員ということで、撮影などで地方に行く際の機内で出会ったのでしょうか。よく客室乗務員が芸能人に連絡先をこっそり渡されたという話がありますが、幸次郎さんも若かりし頃にはそういったことをされていたのかもしれませんね。きっと綺麗な方だと思いますので、ぜひお顔を拝見してみたいですね。ちなみに幸次郎さんは奥さんのことをママと呼んでおられるようです。息子はモデルの龍舞。清水幸次郎さんにはお子さんがいますが、何人いらっしゃるかは明らかになっていません。ですが、そのうちの一人はモデルの、龍舞、龍馬さんであることは明らかになっています。龍舞さんは1999年2月8日生まれで、2022年からトレーニングウェアメーカーのボディメーカーのモデルや、ラジオ DJ などの活動をされています。若い頃の幸次郎さんをさらにスマートにしたような、非常にイケメンです。幸次郎さんのお子さんに関しては、二人息子さんがいらっしゃるという情報もありますが、龍舞さんのように芸能活動をしているわけではないのか、実際情報は見つかりませんでした。結婚の発表はなかった。結婚をしたのは1993年で幸次郎さんが29歳の時だったそうですが、結婚の報告などはしていませんでした。当時は映画、舞踏の帝王シリーズで主役を演じたり、多数の V シネマ作品に出演していたりなど、俳優業も順調にこなしておられました。ハードな世界を舞台にした作品に多数出演していたため、イメージのためにプライベートのおめでたい話題などは公表を避けていたのかもしれませんね。自宅は神戸長田区にある。清水幸次郎さんは、2023年現在は神戸市長田区に住んでいると言われています。幸次郎さんは2010年頃から、体が動かない、足に力が入らない、冷や汗が止まらない、などの症状を訴え、芸能活動を休止しました。
その頃から神戸市長田区へ移住されて、自宅療養を始められたそうです。東京出身の幸次郎さんがどうして神戸市長田区へ引っ越されたのかは、明らかになっていません。奥さんに初縁がある場所なのかもしれませんね。幸次郎さんは2019年にテレビ番組を通じて都内のクリニックで検査をすると、不安障害、アルコール依存症であることが判明しました。男性更年期障害であることも診断されていて、自分では起き上がれないような日もあったそうです。投薬治療などを続け、症状は解放に向かっています。東京を離れて神戸に引っ越したことで、精神的に安定したことが功を奏したのか、嬉しいお知らせが舞い込んできました。2022年に映画、ビーバップのおっさんが制作され、幸次郎さんが主演することが決定したとのことでした。2015年に主演した V シネマ作品、関東極道連合会第3章以来7年ぶりの映像作品への参加となりました。幸次郎さんの俳優復帰を心待ちにしていたファンの方は、本当に嬉しかったのではないでしょうか。神戸長田区でスナック店経営。清水幸次郎さんは2023年現在、奥さんと共に神戸市でスナック店を経営されているそうです。店名などは明らかになっていませんが、YouTube で幸次郎さんの元を訪れた動画などでいつも使われている壁紙が特徴的なお店があり、それが幸次郎さんの経営するスナック店ではないかと思われます。店内には幸次郎さんの趣味のバイクレースの写真などが飾られているのが確認できます。ちなみに、スナック店を経営されていますが、2023年現在幸次郎さんは病気治療のためにアルコールは完全にやめているそうです。